英語講師オーディションの結果発表。安河内先生、関先生、成川先生、福崎先生。ということで始まりました、もちチャンネル。さあ、今回はいよいよ英語講師オーディションの結果発表になりますね。第3回英語講師オーディション。はい。決勝に残ったのは、この3人。岡崎先生、純子先生、そしてパト先生の3人でした。まあ、それぞれですね、あと、授業動画まだ見てない方はですね、ぜひ見てもらえればいいんじゃないかなと思いますが、いよいよ発表したいと思います。結果ですね。見ていきたいと思います。まずは、安河内先生いきましょうかね。すごいたくさんくれてるコメント。審査をさせていただきありがとうございました。以下審査の結果を報告させていただきます。岡崎先生、素晴らしい授業を見せていただきありがとうございます。いつもながらリアルな英語を用いた映像は素晴らしかったです。私自身が大変勉強になる映像でした。If not に関しては、自分自身も情報の意味で解釈していたので、3番目の意味は意外でした。少々マニアックでしたが、私を含めて英語が好きな人には大いにアピールする内容でしたと。純子先生、素晴らしい授業を見せていただいてありがとうございます。話し方など、とても好感が持てる映像で、楽しく勉強させていただきました。多くの人が受験のためにルールだけ適当に覚えて、実際に発音の練習をしていない部分を実際に使うことを前提として、日本人特有の間違いを例に教えられており、視点が素晴らしいと思いました。パト先生、素晴らしい授業を見せていただいてありがとうございます。私自身、カイジのアニメ版も映画版も、ついでにイカゲームも楽しく見ていたので、番組として大いに楽しむことができました。これならどんなに難しい構文の解釈もすんなりと頭に入りますね。映像技術に感服しました。総評と結果、技術的には皆さん素晴らしく構図つけがたいものでした。またそれぞれの方向性が全く違うので比べること自体ができない中、無理やり選ばせていただきました。あくまでも個人の好みです。昨今 YouTube 等で無料安価な映像授業で学習者が学ぶことができるようになったことは素晴らしいことだと思っています。英語学習ではバランス調整が非常に大切なので、これらの映像も今後4技能5領域の全方向に達することを期待しています。そのような個人的な思いから、今回は最も実用性が高く万人に必要な内容を講義され、日本人の英語の先生が回避しがちな音声面の授業にトライされた純子先生に一票入れさせていただきます。皆様の今後のますますの活躍を記念いたします。ということで、はい、安河内先生は純子先生になりました。おめでとうございます。長いメッセージまでいただきましてありがとうございます。本当にありがたい。続いてじゃあ関先生いきましょうか。関先生の結果はですね、3人ともよくできているものの、優勝と言える講師は今回はいないです。ということで、該当なしということです。以下、コメントということで、岡崎先生、作品としてはいいが、講師の力量は伝わらないと。構成自体はいいけども、映画を2つ入れるんだったら、1つにして解説を広げるとか、まあ、入試問題を持ってくるとか、まあ、オチがすごい完璧なだけに、映画の存在感がちょっと強すぎちゃったんじゃないか。やはりこの詰め込みすぎっていうのが、なんとかなった方が良かったんじゃないかなという話でした。まあそうですね。これはもう予選の段階から僕は何回か言ってましたよね。詰め込み。まあどうしてもやっぱ3分という時間にね、いろいろ入れたくなってしまう。純子先生、悪くないけれども、ポイントをもうちょっと深めたかったかなとですね。まあ余計な母音を入れるから間違えるっていうのは、まあ世界一わかりやすい発音の授業でも触れています。で、その場合、指導者のズレとしてもうちょっと深めてますよっていう形で、はい、ぜひ参考にしてもらえればと思いますね。まあ動画のテーマとしてするんだったら、もっとやっぱちょっと深みが欲しいかな。そして、もっとこの先生に習いたいなっていうふうに思わせる、そういったなんかお得感みたいなのを入れると良かったんじゃないかなと言っています。パト先生、これは英語を知っている人が楽しむ動画であると。英語を知らない人が楽しく勉強するものではないと。ああ、なるほど。ここがやっぱり気づいてほしかったポイントですと。趣味としては満点。でも非常に混んでいるけれども、授業という本質からはちょっとずれているので、オーディションとしての、この講師オーディションというものとしての評価は、やっぱどうしても低くなってしまうということでした。ありがとうございます。ありがたいコメントでございます。で、続いて、成川先生。いきますね。成川先生です、ね。なぜか僕とのメールがですね、うまく届かないんですけど、なんとか一人の人を仲介してなりました。今回は予選を見ずに決勝動画のみを見たと。なるほど、なるほど。予選からの伸びしろなどが判断材料にしがたいところなんですけども、まあ授業は失敗が許されない一発勝負ですからね。で、あとは授業は講師が成長する場ではなく、生徒が成長する場だということを前提に、そういった形で見させていただいてます。で、今回は該当者なし。成川先生もだと、まあ、予備校を舞台にしている自分にとっては、一種競技の審査をしているかの感覚があり、判断のしようがない。判断するスキルを持ち合わせていません。なるほど、なるほど。
そうですね、パット先生の動画はこれも講師オーディションなのでしょうかって言ってますね。で、岡崎先生、純子先生が取り上げたテーマはどういった相手を想定したものですね、どういった視聴者を想定したものなのかが分かるとよかったと。もう少しマジョリティに寄せた内容で他の講師との違いを見せつけられたらよかったんじゃないかなと言っております。ということで、まさかの該当者なしが2人ということで、最後福崎先生、福崎先生には関してはですね、2日にわたって審査してくれました。1日目見て選べないって言って、2日目見てくれたんですね。コメントを言いますね。まず、岡崎先生、個人的にはイフノットの第3の意味にはとても興味を感じました。それはボリンジャーの唱えるワンフォンワンミミンの原則の例外となる事例なのかどうかという点です。あ、そうですね、ボリンジャーの英語学やってる人だったらまあわかると思うんですけど、あくまでも個人的な関心ですが、岡崎先生の考えをお聞きできれば嬉しいですと。ちなみに AA 辞典には次のような定義がありましたと言って、 AA 辞典のものも載っけていただいてますね。ありがとうございます。 Used to introduce an event stronger alternative to what has just been said。If any, if ever, if not が全部載ってますね。あ、ウェブスターからですね。この最後の例文なのが当てはまるものなのでしょうか。My car is as fast as yours, if not even faster. はいはいはい。あ、これまあそっか。ネタバレになるから言わない方がいいですね。はい。ぜひ、岡崎先生の動画をちょっと見てください。で、純子先生、日本人の発音の問題点とその理由を指摘されているのは勉強になりました。シーンの後に母音を加えているから、それに影響されてしまうのでですね。なるほど。ここまで書いてきてふと思ったのですが、beams, tigers,ヤンキーズなどはどうして日本人はズではなくスッと発音するんですか。あ、そうか、ビームス、タイガース、ヤンキースか。どう説明されるか興味があります。パト先生、先生が伝えたメッセージはとても重要なものだと思いました。僕も大賛成です。ただそのメッセージを伝えるのに今回のタイトルと構成は不要だったのではないでしょうか。少し練りすぎというのを感じました。もっとシンプルな構成にして同じパッセージがダイレクトに伝わり、かつパト先生の構成も引き立つような作品を楽しみにしていますという形です。で、優勝者は今回は残念ながら該当者なしとさせてくださいということで、純子先生1票を、該当者なしが3票ですので、優勝はなしということにさせていただきます。はい。いやー、厳しい結果だとは思いますが、正直な感想を言いますね。はい。僕もなしなってんでという感じですかね。はい。まあ、仕方がないというのもあります。やっぱずれすぎちゃってますね。もう講師オーディションからだいぶ外れてしまったっていうのが印象ですね。あの、別に黒板とかホワイトボードで戦えっていう意味ではないんですけど、ちょっとやっぱ編集に頼りすぎちゃって、だから講師のこう生のものがないっていう印象がだいぶ強かったです、今回のオーディションは。はい。なんかこう素材を生かしてない感がだいぶ出てしまったなという感じです。審査していただいた皆様本当にありがとうございました。そして参加していただいた皆様もありがとうございました。ということで、まあ、第4回があって、たらまた違った感じになるのではないかなと思いますね。まあまあ自分自身もすごく、ね、考えさせられた回でした。まあそれは最初の審査ね、予選の段階からそうだったんで、決勝に行く3人発表ってなった時に予想はしてたんですが、こうなっちゃうんじゃないかなっていうのはあったので、でまあ決勝の動画3つ見た時もやばいなと思って、まあ審査員の人たちにはすみません、ちょっと難しくはなってしまうと思いますが、よろしくお願いしますっていうふうに伝えたんですけど、こういった結果になりました。はい。ぜひまあこれを皆様ね、活かしてもらえればいいんじゃないかと思いますし、第4回あったらまたそこで見せていただければと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.